こんにちは、ブルーホースです。今日は、一人ぼっちに関するメンタルへの影響っていうのを、紹介していこうというふうに思います。一人ぼっちでいると、過去の研究なんかでは、やっぱりメンタルによろしくないっていうふうに言われたりしてたんですが、果たしてその悪影響っていうのは本当なのっていうところから今日スタートしていきたいと思います。まあ、昨今、やっぱりリアルでの友達を作るのが苦痛で、まあ、SNS の世界なんかで過ごすっていうような人たちも結構増えてきてるんですけど、僕はそれ自体はいいことなんじゃないかなと。だってリアルの世界でしんどい人と付き合うっていうので、まあ、人生消耗したりとか、それでメンタル病んでしまうくらいだったら、リアルじゃなくて仮想の世界で友達を作る。まあ、結局はその仮想の先にね、友達もいるわけなんで、SNS とかね、オンラインゲームとかでも。っていうことを考えたら、別にそういうつながりでもいいんじゃないかなっていうふうには思ったりするんですけどね。で、まあ、ちなみに、最近友達なんかでも、その仮想の世界というよりは、まあ、マッチングアプリでですね、実際に結婚まで至ったっていう友人もいたりするんで、まあ、今時だななんていうふうに思ったりするんですけど、まあ、それと一人ぼっちはちょっとね、つながるかというと微妙なところではあるんですが、まあ、今日は一人ぼっちがね、メンタルに対してどんな影響があるのかっていうのを話を進めていこうと思います。ということで、一人ぼっちは良くないっていう、最初の話に戻っていくんですが、心理学なんかでは一人ぼっちでいるのはちょっとまあ NG だよっていうふうに言われ続けたりしてるんですよね。というのも、一人でいる人は、友人といる時間が長い人と比べて不幸になるっていうような、そんな結論も出ていたりするんですよ。ところがそれって本当かっていうことを探っていくと、実は、ぼっち研究、一人ぼっちでいることの研究の誤りが見つかったんですよね。で、それを今日紹介していこうと思うんですが、結局、ぼっちっていいの悪いのっていう研究っていうのはずっとされてきてるんですね。で、初期の頃、それこそ1970年代とか80年代くらいの研究なんかっていうのは、一人ぼっちになっている時に、そのネガティブかポジティブか、その心情的にネガティブを感じているのか、ポジティブを感じているのかっていう、その白黒、もういい、悪いでしか判断できないような結果っていうのを出してきたわけなんですね。ところが、感情ってなんか白黒で判断することって難しいじゃないですか。ネガティブなことが起こっている、ネガティブなことを思っている中にもポジティブなことを感じていることってあると思うんですね。例えば怒りと同時になんかオラワクワクすっぞみたいにね、興奮を覚えているっていう場合もあれば、すごく穏やかな気分なんだけど、なんか孤独を感じていたりというふうに、もう孤独だけとか穏やかな気持ちだけとかっていうふうに感情を一括りにすることっていうのはなかなか難しいんですよね。だから一人ぼっちに対していい悪いっていうのをはっきりさせるっていうことはまあできないっていうふうに分かったということだったんですね。で、その後の研究を重ねていくと、学生さんに集まってもらう研究というのを行いました。で、何もない部屋で15分間過ごしてもらうんですね。で、スマホもない、本もない、本当に何もやることがないということで、瞑想とかは妄想くらい、もう何も周りにはないんでっていうような環境を作りました。これが1つ目のグループ。で、2つ目のグループでは、研究者の人たちと15分楽しく会話をしてもらったんですが、その結果一体どうなったかっていうと、ぼっちで過ごした学生、要は本もない、スマホもない、ただただぼーっと過ごす15分間を送った学生さんに関しては感情の強度っていうのが上がったんですね。一方で会話をした学生、研究者の人と楽しくお話をした学生さんに関しては感情の強度っては変わらなかったということなんです。で、感情の強度って一体何かっていうと、自分の気持ちの強さのことなんですね。だから喜びとか怒りとか悲しみとかを感じても平静でいられるようになったというわけなんですね。要はメンタルが強くなったということです。で、ぼっちっていうのは決して悪くないっていうのが新しく出た研究結果なんですね。結論としてはぼっちに対していいも悪いもないっていうことなんですね。昨今なんかこう、まあ、一人ぼっちは悪いみたいなね、悪だみたいな考え方っていうのはあると思うんですけど、まあ、一人で過ごすことが感情的にいい時っていうのもあるんですよね。ただ当然その一人でいすぎるのもあまり良くないっていうのは当然出てるんで、メリットデメリット両方あるものです。で、自分の感情を整えたいとか落ち着かせたいなっていうふうに思う場合なんかは、一人になる時間を作る方がいいというのが一人ぼっちの効果です。反対に孤独を感じて寂しい気持ちになっているということであれば、人と会って、リアルに会ってお話をした方がいいということなんですね。ただ、まあ、常に一人っていうのは危険なので避けた方がいいと。だから職場の人たちとか家族とか友達なりで、まあ、ある程度そのバランスよく会って話をしたりとか遊んだりとかお茶したりお菓子食べてもいいか、食事行ったりとかっていうのもありですし、一方でやっぱり1日15分くらい自分だけの時間を作るっていうのもありということなので、このあたりのバランスをとってみましょうというのが今日のお話でございました。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。